後に、コルチェスターのドルイドと名付けられる人物の墓が、1996年、イギリスコルチェスター近郊のスタンウェイ村で発見された。この鉄器時代のドルイドと目される人物は、数多くの身分の高い人物の墓に囲まれる形で埋葬されていた。この人物は、西暦43年ローマによるブリタンニア信仰の時期に前後して埋葬されたものと思われるが、 この地域は当時、カトゥエラウニ族と関連があったため、考古学者、マイク・ピッツはこの人物は、実際にドルイドであり、カトゥエラウニ族の族長もしくは王であったクノベリヌスと深い関係にあった可能性があるとしている。一方で、NPO コルチェスター・アーキロジカルトラストの理事である、フィリップ・クラミーは、この人物がドルイドであった可能性については、肯定しつつも、 ローマ人の医者であった可能性もあることをほのめかしている。紀元前58年からユリウスカエサルはローマ軍を率いてガリアへ侵攻した。紀元前51年までにガリア一帯は征服され、ローマの経済圏に組み込まれてローマ商人が出入りするようになった。これはイギリス海峡を隔てたグレートブリテン島のケルト人諸部族にも大きな影響を及ぼすことになった。 彼らはワインなどのローマ商人が持ってくる交易品に依存するようになるとともにローマ文化に触発されて部族社会が王国に発展していった。カトゥーエラウニ族はそうした部族の代表例であった。コルチェスターはイギリス海峡に面した商工でローマからの交易品が集まる場所だった。当時の最大勢力のカトゥーエラウニ族やトリノーアンテス族は コルチェスターの利権をめぐって争った。両部族はやがてクノベリヌス王によって統一され、クレートブリテン島の南東全域を支配する大国になった。しかしその後継者の代の時に、親ローマ派のアトレバテス族を攻め、それがローマによるブリタニア侵攻を招くことになった。西暦43年春、ローマ皇帝クラウディウスの命でブリタニアへ攻め込んだローマ軍は、 最初の2ヶ月でコルチェスターを占領し、ローマ人によるブリタンニアの首都カムロドゥムナムとした。クラウディウスはカムロドゥムナムに有力部族の長を呼びつけて、服族を誓わせた。しかし、西暦60年頃に行け、二族女王ブーディカが反乱を起こした。ブーディカの軍は最初にカムロドゥムナムに攻め込んでこれを滅ぼし、 さらにロンディニウム、ベルラミウムも滅ぼした。ローマ軍の反撃によっていけ、二族は破れるとブーディカも自害し、一体はローマの支配下に置かれた。これ以後、ローマ人はブリタンニアの首都をロンディニウムに移した。ケルトの神とローマの神との間には共通点もあり、両者にとって受け入れられやすい面があった。ケルトの女神スルは、 ローマの女神ミネルーアのように同一視されたものもあれば、ケルトの馬の女神エポナのようにそのままローマ人の信仰の対象になったものもあった。ヒムロ墓の中で考古学者たちは仮装された人間の遺体とボードゲームを発見した。このようなゲームがほとんど損なわれない状態で発見されたのはこれが初めてだった。その他にはブローチで飾られた街灯。 魔法の役割を持つと考えられたジェットの玉、医療器具一式、何らかの薬草が残っていた、茶こし、占いに用いられたと思われる数本の神秘的な金属棒などが発見された。発掘された医療器具医療用器具一式は、メス、鋭いものと鈍いもの二種の改装機、針、ゾンで、医療用の小切り、フックと監視など13の器具を含んでいた。 ヨモギ族の植物の痕跡が残るコップも発見されたが、こうした薬草は超能力を刺激するために喫煙されたとする者も,もいる。茶こしにも古代において生薬と広く関連付けられた薬草が残っていた。クラミーは報告では我々は埋葬された人物がドルイドである可能性を示した。いわゆるドルイドは医者でもあり得た。 茶こしにはヨモギの花粉が含まれており、これは生薬へと広く関連付けられている。治療はドレイドに与えられた特質の一つである。金属棒が何を目的としたものかについては不明で、あるが、占いのためのものであると考えることもできよう。と慎重な姿勢を保ちつつも、別の説明も可能かもしれないと以下のように付け加えている。 すべての副装品がドルイドとしての彼に収められたものかどうかは疑問が残る。ひょっとすると全く特別な人物であったのかもしれない。医療用機聞意識はかなりローマ化されており、埋葬された人物はローマ帝国の外界、医師が行ったように振る舞ったのかもしれない。また、ローマ人の世界においても占いは広く行われていた。この墓にはゲーム版が収められており、 その上にはまるでプレイ中であるかのように駒だと考えられるガラス玉が配置されていた。メープル材で作られたと思われるゲーム版そのものは朽ちて失われていたが角につける金具と金属製の蝶つ害が残存していたため再現が可能であった。ゲーム版は 55cm40cm の大きさの長方形で82個のマス目が描かれていたものと思われる。 大英博物館の中東部門で古代メソポタミア文明の収集品のアシスタントキーパーを務めるフィンケル博士はサイコロが備わっていないためこれは戦略ゲームであると推測している白色と青色のガラス製のコマは各プレイヤーに13個あり地図のオープニングのように敵に向けて整列されていたこの26個のコマの大きさは同じであったが これらとは別に一つの白く小さいコマがあり、それはゲーム版の中央付近に配置されていた。このコマに対応する青く小さいコマが存在した可能性があると考えられているが、少なくとも幻想はしていない。このゲーム版は副葬品の鉄製のロッドと共に占いに使用されたと考えるものもいる。ウルリヒ・シェトラーはこのゲームの詳細な分析を行っている。 コットバラウニーの日本語天気としては、英語風のカトゥベラウニ、ラテン語風のカトゥーエラウニ、カトゥエラニなどがある。ありがとうございます。